風を切り裂いて夏空の下まで心の傷はやがて心の傷へと壁に持たれて見上げた星空まで心の傷傷つけ体の傷へと済んだ。 Very good. Thank you. 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 Thank you.はい、ありがとう。ガールズバンド、マイアイドルショー。アイドルショー。アイドル、ガールズバンド、アイドルショー。OK? 本当の自分が見えなくなる。ゴー！夜の11時から翌朝5時まで6時間のフリータイムでカラオケに入りました。代々木公園で行われるライブの本番のね、打ち合わせとリハーサルをしていきたいと思います。やっぱ、嵐とかのライブとかってさ、歌をさ、フルで歌わなくても、いろんな歌をこうメドレーでトン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 ってテンポがいいじゃないですか。だから、アイドルとして、その、テンポのいい曲の構成をするにはいっぱい歌が必要なんです。だから、とりあえずいろんな歌を、ポン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 として、で、東京に、で、降ろしてもらって、5日間でアイドルになるって挑戦なんでね。一回明日路上でちゃんとライブ一回試しやって、本番に臨みたいんですけど。いや、難しいね。うん。難しい。まず曲を作らないといけない。歌を。どういう歌作ればいいんだ、これ。いやでも、やっぱアイドルっぽいっていう固定概念にとらわれちゃいけないから、やっぱ自分のアイドル、三の物語のアイドルっていうものを出したいよね。三の物語のがアイドルだったらこうっていう。ギャグと歌のコンビネーションでしょうね。スマップも嵐もみんな歌がしっかり歌えてからのお笑いなんで、まず歌ですね。まあ、とりあえずちょっと歌の練習しましょう。やっぱダメだ。うん。普通のアイドルをモノマネしたらああいう風になるんだよ。うん、なんかなる。一曲、自己中ストーリーって歌ってきたんですけど、これまあ、リスナーさんの中でもね、やっぱりね、こう、ネット社会ですから、こう、もしかしたら学校で辛い思いしてる人もいると思うしね、そういういじめられてる人とかいると思うんですよ。本音言えないけどね。だからそれの人たちの気持ちに寄り添ってあげたいなと思って、まあその直接その子の名前を出すとかそういうことはできないですけど、まあそういういじめられてるけど頑張ってる YouTube を見て救われてるって人たちにちょっとでも寄り添うような歌ができたらなと思って作りましたね、一曲。ちょっとアイドルっぽくないんですけど、まあ俺なりのアイドルっていうのはこれなんでしょうね、多分。ブサイクなりの誰かのアイドルになればいいなということでね。
とかね、割と品未来のいびき使えるね。どうしてもキチガイに思われちゃうんですよ。まあキチガイなこともしてるので、あの真面目な部分をなかなか捉えられないんで。明日なんですけどね、最後徹夜してカラオケ、今日もカラオケ来ました。ない金をなんとか出して、銀行から下ろして、なんとか下ろした金で最終リハーサルをですね、今からやりたいと思います。